ジオネームゆかさん、女性の方ですね。ゆじくん、よくメンバーを〇〇に例えるとというのを聞かれたと思うのですが、学校の先生バージョンに答えたことありますか？あ、なるほど。国語、数学、英語、音楽などどの教科でもいいので、メンバー7人全員の担当教科がどれに当てはまりそうなのか、リュウジ君なりの考えを教えてください。うん、なるほど。そう、結構あの〇〇に例えるってありますね。あのワンピースとか、メンバーワンピースに例えたりとか、動物とか。学校先生バージョンないですね。じゃあ考えてみようかな。直樹さんは英語？なぜなら今直樹さんすごい英語を結構集中的にやってて、結構喋れるんですよね、英語。エリーは美術、なんか美意識常に高いので、ちょっと芸術的なのが合うかななんて思いました。次は誰だ？オミ。わ、オミなんだろう。わかった。保健室。これ授業とかで、保健なんか、クールだし、保健室、なんかこう、涼しいイメージあるし、どんな、まあ、保健ね、保健体育。これ結構難しいな。あとは、ナオトさんは、これむず。ナオトさんは、科学っぽい。マジっすか？ま、ナオさん白衣着てそうっすか？全然俺ないっすね、そのイメージ。あ、そういう単純な科学ね。で、科学にしときましょうか、ナオさん。科学。で、あとは、どれ言ったっけ？あと、ガンちゃんとケンちゃんか。これ俺も言うんすかね？俺は、音楽。演技してないですし、音楽。うん。で、ガンちゃんは、歴史かな？歴史とか詳しそう。で、最後に、ケンちゃん。ですね。ケンちゃんは、家庭科。なんか、あれ、家庭科似合いそうじゃないですか。すごい、誰とも、なんかこう、仲良くなれるというか、ファミリーっぽいニュアンスで、家庭違いかもしれないですけど、なんか家庭科だな、ケンちゃんは。これ難しかったな、意外と。いいかな、こんな感じで。全員いましたね、メンバー。いましたね、はい。なので、そんな感じです。はい。なんかこういうシリーズいいっすね。あの、リスナーの皆さんが、こう自分にクイズ形式じゃないですけども、なんかそういうメッセージも、皆さんぜひ送ってください。はい。ゆかさん、ありがとうございました。